南濃温泉は、岐阜県海津市南濃町葉沢にある温泉。指定管理者の南濃スカイビュースパ水晶の湯が運営している。財団法人岐阜県公衆衛生検査センター平成20年10月17日発行の検査結果によると流出地における調査及び試験成績試験室における試験成績管内掲示の温泉分析所財団法人岐阜県。 公衆衛生検査センター平成20年10月17日発行より、引用養老山地の標高130メートルの中原に、海津市が管理運営する日帰り入浴施設の温泉。温泉に入りながら、基礎山線をはじめとする農美平野全体、御嶽山などの眺望が楽しめること、国道258号沿いにあり、交通の便が良いことなどにより、東海地方全体から、 入浴客が訪れ、きらめきの湯、ときめきの湯、ひのき風呂、つぼ湯、岩風呂など、全11種の湯船があり各湯船の湯口には、水晶の湯にちなんで、水晶の原石が飾られている。南納温泉入口海津群南納町が、約6億円をかけて2001年4月から11月に、かけて、掘削作業を行い、2002年12月に開館した。 2006年10月には利用者が100万人を超えた。源泉名は水晶の湯で、源泉近くに水晶の原石が取れる水晶皿と呼ばれる場所が古くからあることから命名された。2007年1月に源泉の水温が低下していることが判明し、市は財団法人権公衆衛生検査センターに湯の成分の分析を依頼。調査の結果、源泉井戸の交換に、 穴が、空き地下水が流入して温泉が薄められていることが判明。泉室には大きな影響がないことから営業は継続されている。2008年6月3日から6月11日の間、源泉移動修繕工事を行うため臨時休業をした。南濃温泉シャトルバスの折り場。ありがとうございます。